ポカラは、ネパール中部のガンダキプラデーュ州,州の州都。また、カスキ軍の軍都でもある。2017年5月、ポカラは、同じポカラボンチ東方のレクナートと合併。ポカラレクナート副首都圏が制定され、人口はカトマンズに次ぐ、国内2位。2011年の人口は26万4991人。カトマンズから西に、約2 0 0トルの、 標高800メートル地帯に位置する。白く輝くアンナプルナ山群のミネミネとペワコやベグナス湖など、美しい湖とが織りなす、風光明媚な町であり、ネパールのリゾート地、トレッキングの基地としても知られる。ポカラは、ポカラ渓谷の北西地区にあり、ペワコに面している。山合いの高地に囲まれているため年間約4000ミリメートル前後という、 国内最大の降水量が特徴だが、年間を通じ穏やかで温暖な気候である。市内からは、晴れれば、ダウラギリ、アンナプルナ、マナスルという標高8000メートル級のヒマラヤ連邦が一望できる。ポカラ空港カトマンズからの所要時間は約30分。空港から街中まではタクシーで約15分、200から300ルピー。 ポカラの街から見たアンナプルナペワコを中心に広がる山間の街で昔からリゾート地として開発された湖半島岸に観光客が集まる。周辺は南東寄りのレイクサイドとその南で小尻に近いダムサイドと大きく2つのエリアに分かれ、レイクサイド側には大小様々なホテル、ゲストハウス、スーパーマーケット、土産店、各国料理のレストラン、トレッキング用品店、 マッサージ店、ヨガ道場などが軒を連ねる賑やかな一帯となっている。湖岸道路に沿ってダムサイドとの境界にコマガネ友好公園があり、高級ホテルの多くは湖岸道路から離れた一帯に位置する。レイクサイドの対岸の丘陵に日本、山名法寺が位置する。国際山岳博物館の役の彫像、ペワコの幅が狭くなるダムサイド側は山々の眺望が良く、 閑静な住宅地が広がる。観光名所は多くはなく、ペワコとタシリンチベット村、パタレチャンゴのほか、ペワコ中央に浮かぶ小さな島にはヒンドゥー教の女神に捧げられ仏教とも参詣するたるバラヒ寺院があり、登山に関心がある向きには、ネパールの登山史をまとめた国際山岳博物館がある。市の中心部の古いバザールには、 今でも、ネワール様式の商店や倉庫が軒を連ねており、ムスタン方面からのラバのキャラバンが今でも訪れる。市内南部からは、ヒマラヤ山脈の山並みが望める。風光明媚な景観を求めて、首都カトマンズンの喧騒を逃れて訪れるバックパッカーや観光客が多い。また、ヒマラヤ方面へのトレッキングの出発地でもあり、ダンプス、サランコットなど2時間ほどで手軽に登れる。 目的地に人気がある。観光客の集まるレイクサイドには多くの土産物店、ホテル、レストラン、旅行会社が軒を連ねにぎやかである。近年、中国人の観光客が増えるにつれ、中国語で表示される看板も目につく。湖には貸しボートがあり、湖面からヒマラヤ山脈が一望できる。ペワコには新たなアクティビティも登場し、ペダルを漕いで移動する。 二人乗りをウォーターサイクルやサップといってインストラクターの指導を受けながらサーフボードにッチパドルで米を移動する活動にも参加できる。ダムサイドではトレッキング客は再入国許可証を申請するため入国管理局事務所に出向くほかアンナプルナ保護区へ入るには入域許可証を ACAP オフィスで申請する必要がある。2017年5月ポカラは 同じポカラボンチ東方のレクナートと合併、ポカラレクナート副首都圏を形成。リンク先のページは、画面上部に地図、下部にデータの表がある。データを検索するには、画面の下部フィールドにある一番目の表、メジャーシティーズの一列目で求める地点を選ぶと、二番目の表、シティーズアーバンミューニセパラティスに人口統計が表示される。また、 画面上部の地図で赤い四角が当該の地点に移る。チベット政府公認の難民キャンプに付帯する。ネパールのチベット難民も参照。ありがとうございます。